2ヶ月前に壁掛けにしたパンダガジュマル、どうなった？新しい芽も出てきていますよ。でも成長がゆっくりですね。水苔の板付けで壁掛けにした2ヶ月前、今の姿チラチラしますが、写真を重ねてみましょう。はっきりした違いが分かりませんね。でもいいんです、大きくなったら困っちゃうし。皆さんもホームセンターでガジュマルを見かけますよね。これホームセンターで買ってきたガジュマルです。大きくなっちゃった。ま、これはこれでいいんですけれど、パンダは小さいままでいてね。皆さんこんにちは。熱帯植物壁掛け家で村民の早く休日アクアです。今日はフィロデンドロンを壁掛けにしましょう。それでは行ってらっしゃい。村長の真似か？バレた。フィロデンドロンを買ってきました。安くてレアと思ったのですが、調べたら10年前にハックされた動画を見つけました。プロトリーフさんのチャンネルです。概要欄にリンク貼りました。テーブルしか映ってないぞ。ごめんなさい。フィロデンドロン、テインテッドレディ。東京板橋区の温泉、鞘の湯さんの反対側、イオンの中の園芸店、ルポゼフルールさんで買ってきました。トレイにいろいろ植物入っていて、葉っぱに模様がある、不入りの植物だと思って手に取り、買ってきました。ね、皆さん、不入りでしょう？レア植物見っけ、と思って家に帰って調べたら、10年以上前からあるフィロデンドロンだったって知りました。お値段もお安く、税抜き398円。猛暑ですが、お部屋環境、このくらいなので、植え替えできます。随分遅い時間に、植え替えするな。わお。鉢から出して、土は捨てちゃいます。株元には古い水苔がついていますね。古い水苔はほぐれないので、後で丁寧に外します。水道水で土と水苔を洗い流してきます。水道水でよく洗ってきました。名札も洗ったら、紙のシールで名前が取れちゃった。ダイソーさんの石の板、この細長いのは廃盤になったみたいです。水苔も昨日から準備して釣り糸で巻いちゃいます。葉っぱ5枚ありますが、古い葉っぱ2枚切っちゃいます。水苔を持って釣り糸で巻いちゃいますよ。巻き付けは3分くらいで終わります。巻き付け前の水苔、巻き付け後の水苔、ふんわり巻かず力を入れて巻いていますので、水苔が圧縮されます。水苔を圧縮すると水苔の乾きが早くなるんです。観葉植物は用土の乾きと湿り、乾湿をしっかりさせながら、水苔を手のひらで触って、乾いたら水やり、乾いたら水やりを繰り返して育てています。週に1回は液体肥料を2000倍に薄めて、水やりを兼ねた肥料やりもしています。はみ出した水苔のトリミングも、もう少し水道水で切りかすを流してきます。水の滴りが切れれば完成です。ここに吊るして30分くらい待ちましょう。札、手書き、字が汚いなぁ。個性だよ。水槽も苔だらけだぞ。明日やります。ダイソーさんのスレートプレートに板付けシリーズ5種類目です。
フィロデンドロン、ペインテッドレディも仲間入り。でもこの板、廃盤っぽいので次の使える板探しましょう。最後の1枚、何つける？一緒にもう一つ買っていました。シンモニウム、チョコレート。増やしすぎだぞ。まだ植え替える鉢が6種類もある。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。リブロング&プロスパーなのだ。